実況パワフルプロ野球。ファミコンからの野球といえば、ナムコのファミスタ1強で、スーファミにプラットフォームを移してしばらくは変わりませんでした。パワプロは野球ゲーム人気の転換点になった作品と言えます。このゲームを初めてプレイした時は、衝撃でした。スーファミのゲームで、こんなに喋るの?って驚きました。今では結構打てるようになりましたが、ボールにバットを当てるだけでも、大苦戦だった記憶があります。今では e スポーツにもなっており、野球ゲームといえば、パワプロって人も多いのでは?内角戦略、トライ、追い込みました。初球、空振り三振、ツーアウト。序盤、キャッチャー、古田、背番号23。打ったー!センターへ、チェンジアップ、追いました、中継。スライダー、トライ、ライト。ピッチャー投げました。外角フォーク空振り追い込みました。変化球空振り三振ツーアウト。5番ファーストマルティネス。フォークフォークツーアウトランナー一三塁外角スライダーフォークピッチャー投げた。打ったー先頭へ入るか入るか入ったースリランホームだ。ライオンズ三点追加。アクトレイザー、好きなゲームの一つなんですが、難易度は高めです。アクションパートは、ジャンプ動作の制御が難しく、攻撃ちょっと癖があり、コツがいるかも。その難しいアクションステージを、クリアすると、心落ち着く。クリエーションパートに、ここは難しくはなく、すんなりと進めていけます。このモードで頑張ると、アクションパートが少し楽になるので、じっくりプレイしていました。クリエーションパートは、箱庭ゲームのように、街を発展させていくという内容。街が発展する際に起きる、イベントのシナリオが良く、ストーリーを通して、人間たちの喜びや悲しみ争いなどが、再現されています。46億年物語、遥かなるエデンへ、生物の進化をなぞっていくという、珍しいゲームです。魚として生命を受けた主人公は、弱肉強食の試練を乗り越えながら、進化を遂げていくという、ストーリーとなっています。理科の授業で採用するべきですね。画面は横スクロールの 2D となっています。生まれたばかりの主人公は魚なので、当然海のステージから始まります。そして敵を倒していき、その肉を食べて、進化に必要なポイントを貯めていきます。進化は体の部位ごとにできますが、これが興奮要素で、同じ魚でも、角だけ強化して攻撃特化にしたり、ヒレだけ強化してスピード特化など、様々な形態に進化できます。進化に応じて見た目も変わるため、角だけ立派で他は貧相な魚だったりと、
様々なキャラを作ることができます。私は当然角に動く振りで、ドリルの角を持たせて楽しんでいました。爬虫類まではシナリオ上共通ですが、その先の進化はプレイヤーの選択次第になります。人類になるもよし、鳥になって飛び回るのもよし、です。キャラクターに表情があるのも、このゲームの魅力の一つでしょうか。敵からの攻撃を食らった時などは、魚が痛そうな顔をします。そういった表情を見ると、ついつい感情移入してしまいますね。Jリーグエキサイトステージ。Jリーグ開幕に前後してゲームメーカーが、こぞってサッカーゲームを出しました。そんな中でゲーム業界としては、こん一つのエポック社が生み出した、傑作サッカーゲーム。他社の作品と比較して、抜群の遊びやすさを感じます。普通にプレイすると、キーパーが強く、なかなか点が取れないのですが、ゴールの端っこを狙い、ストレートに蹴ると、ゴールが決まりやすいです。センタリングからゴールとかは、難しいので、とにかくゴール前まで頑張っていけば、点数が稼ぎやすいです。牧場物語。現在でも続く名作シリーズ。ほのぼのとした雰囲気が良いですよね。第1作目にして、ゲームシステムとしては、ほぼ出来上がっていると言えるぐらい、完成されたゲームです。荒れ果てた牧場を発展させていくのが目的。畑で作物を作ったり、家畜を飼ったり、恋愛や結婚までできるんです。なので本当に牧場で暮らしているかのような、バーチャル体験を味わえます。このゲームのやばいところは、ついつい時間を忘れて、何時間もプレイしてしまうところですね。特に何があるわけでもないのに、ずっとプレイできるゲームでした。忙しい現代に疲れた人に、一度はプレイしてほしいゲームです。龍虎の剣、アーケード、ネオジオからの移植作品。ネオジオからの移植、こりゃダメだと思う人が多いと思います。それは画廊伝説でやらかしてしまったためだと思います。どうしてもそのイメージが強くなりますよね。しかしこれはキャラは小さいが結構よくできているんです。技もそこそこ出るし、一番大事なキングの服も破れる。いや、そこ大事でしょ。このゲームの特徴は、必殺技を出すためのゲージがあり、必殺技を使うと減ってしまうので、ゲージを貯める必要があります。挑発すると相手のゲージを減らすこともできるので、そのあたりのテクニックが必要となります。覇王昇降剣が出せるだけで、満足していました。リューコラングは出せなかったけど。
よろしくね。